市の職員や関連団体の方から行政情報や活動内容について伺う広報藤沢 TV のコーナーです。今回は国勢調査調査員の募集について伺います。スタジオには文書統計課の前田裕樹さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。国勢調査調査員の募集ということですが、国勢調査とはどのようなものなんでしょうか？はい、国勢調査とは日本の人口世帯の実態を明らかにすることを目的として行われる国の最も重要な統計調査です。藤沢市内はもとより日本国内に住むすべての人と世帯を対象として5年ごとに実施されていて、今年は10月1日現在で調査を行います。ではその調査を実際にどのようにして行われるんですか？各世帯に調査票と説明資料などの一式を配布して、調査票の記入と提出、またはインターネットでの回答を行っていただくことで調査します。この調査票の配布や回収が国勢調査員の調査活動の一部となります。そうなんですね。ではちなみに国勢調査員1人当たり何世帯くらい受け持つんでしょうか？市内を3580調査区に分け、おおむね50から70世帯のいる調査区を1調査区もしくは2調査区担当していただく予定です。そのため2調査区受け持つ場合には件数でいうと100世帯から140世帯程度になります。それだとたくさんの調査員が必要ですよね。では担当するエリアはどのように決まるんですか？調査員のご自宅から原則として徒歩で向かうことができる範囲を指定いたします。そうすると土地勘もあるので回りやすいですよね。ところでこの調査員というのはボランティアなんでしょうか？調査員は調査活動期間中、非常勤の国家公務員として業務を行っていただきます。報酬は2調査区受け持つ場合でおおむね7万円程度となる予定です。国家公務員なんですね。ではその調査員の活動を改めて教えてください。最初に市で開催する調査員説明会に出席していただき、調査内容を把握していただけます。その調査内容をご自身で復習していただき、9月10日からインターネット回答用の調査書類を主体の方に調査の趣旨を説明した上で配布します。9月下旬にインターネット回答がなかった世帯へ再度訪問し、紙の調査票を配布、調査期日となります10月1日以降に回収を行い、10月下旬に回収した調査書類を市に提出し、一連の調査活動が終了となります。なるほど。では応募についてですが、調査員の応募資格や申し込み方法を教えてください。原則として20歳以上であること、期間中市内で調査活動ができる健康な方であること、調査で知り得た秘密を守ることができる方であること、税務、警察、選挙に直接関係ない方であること、暴力団員その他反社会的勢力に該当しない方であることが応募要件となります。申し込みは市民センター、公民館、市民図書館にある調査員申し込み書に必要事項をご記入いただき、6月30日までに市役所文書統計課までご本人が直接お持ちください。申し込み用紙は市のホームページからもダウンロードできますのでご利用ください。郵送では受け付けていないんですか？申し込み書ご提出の際に調査についてご説明しながら簡単に面接を行いますので、郵送ではなく必ずご持参いただくようにお願いします。わかりました。前田さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。たくさんの調査員が必要です。皆さんのご協力をお願いいたします。